紙袋は入りやすいのに、こたつの中はなかなか入りにくいのが猫。こたつの入り方って結構迷いますよね。あっちにしようかな、こっちにしようかなと試行錯誤しているうちに、どんどん変な方向に行くようです。おはぎちゃん、そっちは違う。仕方なく飼い主が助け舟を出すと、しぶしぶと入ってくれます。さて、こたつの中へ移動。こたつ猫っていいですよね。何よりも触り心地が良い。おはぎちゃんにバレないように、難しい課題だ。冬猫のモフモフでほっかほかを堪能できるのはここしか。バレちゃいました。なかなか難しいですね。彼女特有の噛み癖があるので、気をつけないといけませんね。とは言ってもやらない時もあります。あ、こういう時もアリアンス。